鴨川食堂は、柏井久志の2013年発表の小説の連作短編集シリーズ。ストーリーボックス連載を経て、小学館から2013年より刊行されている。期間後館。京都路地裏の食堂の奥にある探偵事務所を舞台に、所長である娘と食堂を営む元刑事の父が、依頼人の求める思い出の食を探し出し再現する。 シリーズ第一作、第二作を原作として NHKBS プレミアムプレミアムドラマでテレビドラマ化され2016年1月10日から2月28日まで8回シリーズで放送された。ドラマ企画は作詞家でもある葉山まり。1話、2話、8話最終回の脚本も手掛けた。柏木慶一郎のペンネームでミステリー小説を執筆していた著者が 食をテーマにした小説を書いてみようと思い立ち、京都、東本願寺の近くに、かつて実在した食堂をモデルに、こういう店には、いろんなドラマがあるんじゃないかと想像を膨らませて、構想された。鴨川食堂第6話、肉じゃがに登場する、牛肉の山和煮の缶詰を用いた肉じゃがなど、各話のテーマとなる料理は必ず自分で作って、研究を重ね、 コンビニなどで一般に販売されている食品の市場調査も行いながら、どのような料理を描けば、読者の金銭に触れるかを意識して執筆された。将来映像化されることを念頭に登場人物や、シーン転換を極力減らし、主人公のお及び娘の小石はそれぞれはク春さん、原作の京都殺人案内シリーズに登場する藤田誠と、 万田久子をイメージして執筆されている。京都市の鴨川沿い、東本願寺にある小さな食堂には店の看板が存在しない。この食堂は鴨川流と小石という親子二人が店を切り盛りしている。そしてこの食堂ではもう一度食べたいと考えている人たちの食べ物をわずかな手がかりを元として作るというのが売り物で、利用客は料理、グルメ雑誌に掲載される。 食探します。の一行広告のみを頼りにして、この場所に行き着く。鴨川食堂鴨川食堂を代わり、鴨川食堂いつもの鴨川食堂を任せ、鴨川食堂半なり、鴨川食堂満腹鴨川食堂もてなしこれまでに、鴨川食堂と鴨川食堂を代わり、鴨川食堂いつもの、鴨川食堂を任せ、鴨川食堂半なり、鴨川食堂を満腹。 鴨川食堂もてなしの7作が刊行されている。鴨川食堂鴨川食堂を代わり、鴨川食堂いつもの鴨川食堂を任せ、鴨川食堂半なり、鴨川食堂満腹,鴨川,堂満腹鴨川食堂もてなし、NHKBS プレミアム、プレミアムドラマにて、2016年1月10日から2月28日まで、毎週日曜22時22時49分に放送された。 全8話。主演は、本作が NHK 連続ドラマ初主演となる、靴なしおりで、本作が12年ぶりのテレビドラマ出演となる、萩原健一が、七役で共演する。毎回、冒頭に、京都、東本願寺そばにある、鴨川食堂には、のれんも、看板もありません。思い出の食、探しますという一行広告だけを頼りに、ようけたどりつかはります。 はて、今日の迷い人は、どなたさんですやろうなぁ、と、鴨川小石によるナレーションが放送される。主要人物ゲストハットエビーカシワイ,イチ、ことぶきとぎふるや、けいち、かしわいひさしとぎ、こやけいち、おいしい対談語館を使って味をかく。インタビュアー、今泉愛子。小学館、小説丸。 https://www.shostsu-maru.com スラッシュノードスラッシュ9442019年5月28日閲覧。小学館鴨川食堂靴なしり NHK 連ドラ初主演投薬の萩原健一は11年ぶりドラマ出演。 オーコンニュース、https コロンスラッシュスラッシュ www.oricon.co.jp スラッシュニューススラッシュ20591577スラッシュフルスラッシュ2019年5月28日閲覧。萩原健一、12年ぶりドラマ出演、靴つなしおりの父役に、モントンウェブ、https、マンタンウェブ .jp、アーティクル、 2015万914ドグ00メートル2億5万 1000CHTML2019 年5月28日閲覧ありがとうございます